梅田ピカデリーは大阪市北区大友寺町にあった映画館の総称。小畜株式会社が経営、運営する映画館。大阪北地区における小畜東急系のチ,のチェーンのチェーンマスター的存在であった。1980年3月1日にオープンした梅田小畜会館内にあった。チケット売り場は1階にあり、上映されている作品のチケットは すべて購入可能であった。2011年1月16日をもって閉館し、その後小畜は大阪ステーションシティシネマに移転する。2012年4月14日、梅田ピカデリー1のあったプラザ、梅田ビル9階から11階部分に梅田クラブクアトロが開館。11月17日、梅田ピカデリー2のあった8階部分に大阪プロレスの 新会場として、ナスキーホール、梅田がオープンした。2013年5月1日、梅田ピカデリーさんのあった5階部分に、池田五福座が運営する、大衆演劇の劇場、梅田五福座が会場。2003年からは、全席指定、定員入れ替え制となった。そのため、1階のチケット売り場で購入できる全売券、株主券などの券は、当日券に引き換えてから、 各劇場に入場するシステムになった。ビルの10階。定員605人。常に、大作の小築東急系洋画作品が上映された。丸の内ピカデリー1系のチェーンである。ビルの8階。定員455人。やや、味のある洋画と邦画を中心に上映された。丸の内ピカデリー2系のチェーン。ビルの5階。定員403人。 オープン時は、梅田ロキシーの名で、短ン,ン、ロードショーあるいは日本立て名画座として作品が選ばれていた。ピカデリー1と同様、常に大作の小築等級系洋画作品が上映された。丸の内ルーブル系のチェーンをメインとしているが、味のある多系列チェーンの方画も上映することがあった。かつて、ピカデリー3は、陶劇系のチェーンだったが、同じ梅田地区にある。 梅田東映会館の老朽化による閉鎖を呼び、シネマコンプレックス、梅田ブルク7のオープンのため、同ビル内にある、梅田東映パラスの持っていた、丸の内ルーブル系のチェーンを引き継いだ。ビルの3階。定員455人。洋画と邦画が、交互に上映された。丸の内ピカデリー3系のチェーンである。かつては、梅田松竹という邦画専用館だったが、 方が不振による、工業方針の変更により、1999年6月、丸の内小畜が、丸の内プラゼールに、館面変更したのに合わせ、梅田ピカデリー4になった。最末期は全、スクリーンとも、サラウンド EX に対応。DTS は1と3のみ対応した。大阪、梅田ピカデリー、閉館決定、来年1月16日で梅田経済新聞。 梅田ピカデリー後に、梅田クラブクアトロ震災橋から移転、来春開業。2012年5月1日閲覧。大阪プロレス新会場情報梅田五福座。5月1日開場。ありがとうございます。